このひまわりなんですけど、なぜかコーンヘッダーでもいけるみたいですね。本当はひまわり専用の、どれかな？これか。ひまわり専用のバリカンみたいな ヘッダーがあるんですけど、コーンヘッダーでもいけるみたいで、この違いは何なんだろうな。まあ、とりあえず今回はコーンヘッダーで収穫しています。あ、なんか残ってるぞ、あそこ。大根が残ってるぞ。よし、じゃあこれちょっとお任せしてね。はい、ちょっと途中なんですが、どうやらですね、爆弾を見つけたせいなのか、ちょっとね、ここがおかしいですよ。ニーズプロイングと、ここら辺もなんか色が 色がおかしくなっちゃって、真っ青だし、ラディッシュ。別に、オンオフってわけじゃないもんね。そうか、そうか。なので、バグはやめた方がいいですね。なので、次回もしかしたら、まあ、イージーでね、新しく始めてるかもしれないです。このまま、まあでも気になるなあ。明らかにおかしいですもんね。なんだこれ。なので、次回は おそらく、新しくやり直そうかな。やっちまったな。 せっかくマルチ来ていただいて、稼いでいただいたのに、申し訳ないな。なので、ちょっとね、バグはやめた方がいいですね。てかもう、ここでやめとくか。 はい、ってことでやっていきましょうかね、今回は。FS17 始めた本当の最初の時から気になってた肥料と、このね、雑草を取る機械ですかね、の違い。何何何？あ、見えない見えない。何？キョンシー？ い、どうもこんにちは、太郎です。 いやー、なんか画面に映ってますけど、まあこれはね、気にせず丸をして。
あれ、なんもないなぁ。はてなマークがついてるぞ。なんだろう、なんだろう。気になる。はい、ということでですね、ちょっと、バグの影響がね、今後怖かったので、まあ、やり直そうかなと思いまして、今回イージーモードで妥協しちゃったんですけど、イージーモードで、新たにやっていこうかなと思います。まあ、この辺とかね、ちょっとおかしかったね。なんだっけ、これか。これね、このロール。これコロコロ転がして草とか消えちゃってたんだね。あれの使い方もよくわかんなかったし。まあ、頑張ります。まあ、頑張ります。おっとっとっと。ちょっと音がでかいな。前のデータ90時間ぐらいやってたんですけどね。はい。いやー、ちょっと悲しいな。まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、後々なんか出てきたらね、怖いので、まあ、しょうがないね。バグは使うなっていうことですね。まあ、使ったわけじゃないけど。バグ見つけたけど、セーブせずに、やめたけど、と思って。まあ、しょうがない、しょうがない。ということで、はい、また次回どうなるかはわかんないですが、頑張ります。なんとかね。持ち直せるというか、取り返せるように頑張ろうかと思います。で、やっぱり目標は、まずは豚さんかな。速攻豚さんっていうね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。